中国経済がかつてない苦境に立たされています。企業の倒産や外資の撤退などが重なり、かつての世界の工場に打撃を与えています。専門家は数年以内に中国経済はさらに悪化し、失業者も大幅に増えると予測しています。2000社以上の台湾企業が投函から退去撤退、労働者500万人が解雇、中国紡績業に倒産ブーム、1000万人に失業の恐れ、1万人がリストラ、東北経済に閑古鳥など、これらの報道は氷山の一角に過ぎません。当局が中国経済の直面する現状に目を背けても、多くの事実とデータがすでに経済のかつてない危機に陥っていることを物語っています。中和大陆官方近期公布的经济指标，无论从工业、制造业等各方面呢，中国经济呢正在不断的下滑，而且还没有看到它的底，也就是什么时候它能再次开始反弹，目前还是遥遥无期。因此呢，各个企业都在收缩它的规模，包括压缩成本和裁员。那最后呢，中国经济呢，应该说已经处于寒冬之中了。アナリストは中国経済の現状は企業の大規模倒産や資金流出の2つの面から打撃を受けており、それに大量の失業者問題が加わり、集団抗議などの社会問題に発展しかねないと指摘しています。ボイスオブアメリカは中国労働通信のクロスホール氏の話を引用し、中国の各業種や各地区で多くの労働者は解雇に直面していると伝えています。从两个方面来说，一个是企业的破产与倒闭。那么之前呢，很多的行业已经严重的产能过剩，比如钢铁呀，还有煤炭等各方面。那么这些企业维持不下去，只好宣布破产，人员呢就会失业。中国企業の屋台骨、紡績服飾業を例に挙げてみましょう。中国の輸出の半数を占める紡績業の人的、土地、環境保護の各コスト及び税負担などが増え続け、多くの企業は次々と倒産していきました。中国政府のデータによると、2015年だけで中国全土で倒産した大型紡績服飾企業は9社、中小企業の倒産数は数えきれません。另一方面就是企业认为中国现在的政治和经济局势并不稳定，可以用十分动荡来形容。那么他们就会把自己的业务还有企业呢迁到中国以外，比如东南亚的一些地区，原有的厂房啊或者是流水线啊都抛弃掉，那么国内的那些员工也就都失业了。2015年、知名度の高い外資企業が次々と撤退しました。マイクロソフトは、東莞と北京2カ所の工場を閉鎖し、9000人がリストラされ、時計メーカーのシチズンも生産拠点の閉鎖により1000人が解雇されました。その他、アディダス、ナイキ、ユニクロ、無印良品、フォックスコン、サムスンなども東南アジアで新工場を開設しています。また、中国の国営企業にも異変が現れています。特に鉄鋼石炭などの重工業企業は過剰生産と多重の債務問題により破産や倒産あるいは生産停止などに追い込まれています。钢铁企业倒闭就是因为它钢材的利润实在是太低了，一吨钢还不如一颗白菜的利润，根本员工工资成本都覆盖不了。地方政府因为它为了地方的 GDP 还强令工厂要开工，中共那些官员只考虑政绩，他只考虑 GDP 的数字如何漂亮，乌纱帽如何能保得住。现在产能过剩也是他们之前的上一届或者上上届的政府官员造成的，盲目的大批的上马，一些高耗能、高污染的项目来拉动当地的 GDP 的增长，积累到现在库存越来越高。現在の状況を見て、多くの国民は明日は我が身と不安を感じているようです。新唐人テレビがお伝えしました。